ラッシュバグルお笑い愛好会のものなんですけども、はい、そうですね、あのね、はい、青山さんになったらね、はい、きっと高校生の青学入りたい子がたくさんいらっしゃると思うんですよね。あー、確かにそうだね。で僕はね、うん、そういうしその高校生にバッチリ青学をおすすめできると思うんですよ。あ、そうなんですか。じゃあせっかくだから紹介してもらいましょうよ、はい、じゃああなた青山さんに来る青学に入りたい高校生やったら、はい、わかりました、僕があの大学生やるんでね、はい、はいはいはい、あー、ここが青学か。君高校生。そうなんですよ、僕すごい青学入りたくて。やめとけよ。なんでですか。絶対やめといた方がいいよ。なんでだよ、おすすめしてくれよ。なんでなんで。君見た感じ、4年間地下でしか飯食えないぞ。そんなことないでしょ。17でも飯食わしてくれよ。イケてる人しか17では飯食えないんだよ。そんなルールないでしょ。友達ない人ずっと地下。そんなルールないよ、窓ないからね。こんな感じだろ。そんなことないでしょ。青山さんこんな感じでしょ。そんなわけないでしょ。ちゃんと紹介してくださいよ。青山さんちょっとふざけすぎましたね。そうそう、じゃあもう次絶対やめとけとか言わないんで、もうバッチリ紹介してくださいよ。バッチリ紹介した青学にいっぱい入れてましょう。うわー、ここが青学か。君もしかして高校生。そうなんですよ、僕すごい青学入りたいですよ。やめとけよ。なんでだよ。やめとけよ。だからなんでなんだよ。全然祝日休めないぞ。確かにそうだけどね。海の日もテストあるぞ。そうだけどね。いや大学そんなもんでしょ大体。君は多分2浪ぐらいするから。君が入る頃には夏休みもなくなってるよ。そんなことないよ。夏休みはたっぷり休めるでしょ大学生。年にしか休みなくなってるよ。年になの。こんな感じだろ。そんなことないでしょ。こんな感じだろ。絶対にそんなことないよ。じゃあもう一回だけね、バッチリ紹介してくださいよ。みんな入りたくなるような。お笑いサークルなんでふざけちゃうんですよね。そうそうそう、もうやめます。おすすめしてちゃんと、はいはい、うわー、ここが青学かー。あ、もしかして高校生。そうなんですよ、僕高校生すごい青学入りたいんですよ。やめとけよ。もういい加減にしてくれよ。やめとけよ。いい加減にしろ。なんでなんだよ。青学入るとな、全然走れないのに足速いんですかって聞かれるぞ。そんなわけないだろ。速いの、あの人たちだけなんだよ。一部のエリートだけだから。あの人たちだけが速いんだよ。言われないよ普段ね。俺17の4階が授業だと息切れてるぞ。階段きついからとか言ってる。切れてるんだよ。そんなこと誰も思ってないから。なんだよ。いいんだよ別に。じゃあもう次絶対誘うんで。次は絶対誘うんでね。もう最後ちゃんとしてくださいよ。最後だけね。わあ、ここが青学か。あ、君もしかして高校生。そうです、すごい青学入りたいんです。じゃあ入りなよ。受験勉強頑張ろう。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。